はいおはようございます塚原農園です今日はトウモロコシの種まきをしたいと思いますトウモロコシを最初7月上旬頃に収穫をされた方また 7月中旬下旬と今栽培を抑えている方このトウモロコシが収穫が終わった後まだまだトウモロコシというものは種が負けますこの栽培を抑制栽培と言います今まで育ててきたけれどもここ近年の異常気象によって 畑が水に浸かってしまったりだとかそういう環境で駄目になって収穫ができなかったうまく栽培することができずそういった方も諦めずにもう一度抑制栽培ということでトウモロコシなどこれから種をまいてみてはいかがでしょうか。トウモロコシの種品種をここで選ぶ必要があります。 いろいろな品種があると思うんですけれども、一般的に皆さんがよくホームセンター園芸店などで入手しやすいような品種でご紹介します。こちらゴールドラッシュです。何も書かれていません。名前だけですね。これは一般的には今のちょうど先ほどのトウモロコシを収穫ができるような栽培、抑制栽培をするタイプではなくて、4月からだいたい6月頃までに種を巻き終える品種なんですよね。 まあこれはどちらかというと皮が柔らかいタイプになりますので今ちょうど育てるには時期的にはちょっとこれをまくには適していません。ということで同じ品種であってもこちらゴールドラッシュなんですがこれはゴールドラッシュ90と書いてありますこれは種をまいてから中奥手なんですが種をまいてから90日を目安に収穫ができるというタイプで。 この粒がしっかりとしていますので今の時期ちょうど抑制栽栽培培で向いていいいいてまますすすこういった品種を選ぶととしやすいと思いますそこで暑さにとても強くて秋取りもできるとかこのように今は小袋などには家庭菜園の方でもすごく分かりやすいように暑さにもいとても強くて秋にも収穫ができますよとこちらの方にも。 秋収穫できるというそういうマークなどが書かれているのですごくいいですよね、うん、一応小読みを見ていきましょう、はい、私の住むところでは温暖地なんですけれども、えー、ちょうどこちらの4月にも巻けるんですが7月の中旬から8月の中旬にかけて種が巻けますとで種をまいてから約3ヶ月を目安ということなので 今ののの7月月中中下下旬旬頃にににくととと10月の中下旬には収穫ができますということになりえす寒い地域でしたら、えー、まあすごく寒い地域でもとっても、ね、雪が降るのが早いところでは7 6月下旬とありますけれども寒冷地などでも7月の上旬とあるんですけど今はまあギリギリ多分まけるんじゃないのかなとそういう地域もあると思います。 で暖かいところだと8月の上旬ぐらいまままで種がけます他にもちょっと変わり種の品種で、えー、ここんとこう最近こう栽培をしているんですけれども大物という品種ですね白いタイプと黄色いタイプとあるんですけれどもこれはすごく大きくなると普通のトウもロコシもたい 560g ぐらい時にはなるんですがこれはもともとそういう性質を持った品種改良をされた 特に大きなトウモロコシ、ただ大きいだけではなくて甘いトウモロコシ、そういうものを作りたいという方はこういう品種などもあるのでこういう品種も作ってみるのも面白いかもしれませんねこれも暦み通りでは後ろ先ほどと同じ7月上旬から大体8月の上旬ぐらいまでこれが抑制栽培として栽培ができますのでやってみてはいかがでしょうか。 次はバイドと種をまくために必要な容器、トレイなんですけれども、これは春に使ったものと同じようなもので大丈夫です。全くすべて同じで大丈夫です。バイドは種まき専用バイド。で種をまくためのトレイ、一、まあ、つとして、ね、慣れている方は、少ないスペースでいろいろ野菜が育てられる。例えばここだけトウモロコシ、次にこれから冬に育てられるようなキャベツ、 例えば白菜レタスとかブロッコリー、まあ、そのような小分けができる少ないスペースでもこれ縦3 0センチ、横6 0センチなんですがこんなに狭いスペースの中でも128本の苗が作れてしまうぐらいすごく便利なアイテムこれは128セルトレイと通称セルトレイと呼ばれるものでこれ規格サイズもいろいろありますが。 一般的には128個穴が開いているタイプがおすすめです。だいたい野菜を苗を育てるには、この一つのマス目が縦2センチ、横2センチあれば、だいたい種って負けちゃうんですね。で苗も作れちゃいます。まあ、このぐらいで後ろに水切り穴が開いているもの。これでも十分使えます。初めてサイをやられる方にとっては、ちょっと乾燥が心配だと。圧、うん、が厚いですよね。ということで、 こちら春にも使ってきました横6縦6の6636の連結ポットと呼ばれるものこれの方がマス目一つ一つがとても枠が大きいのでその分土を入れるバイドの入る量が多いですよね。ということで乾燥がこちらに比べればこの方が遅いのでこれは初めて菜園をやられた方にとっては使いやすいものかなと思っています。 はい、でこれだけでもいいんですけれども本当に少しの方でもやっぱりこの下にあるトレイこれはあった方がいいです箱箱を幾秒箱と言います、うん、お米の苗とか野菜の苗とかでよく使われているものなんですがこれがあるとないのとでは全然生育に差が出ます。はい、これは 持ち運びしやすいから使っているっていうのもあるんですけれども、それはもう1割か2割程度です。種っていうものは一度まいたらほぼ移動はさせませんので、持ち運びっていうのはそんなに重視はしておりません。えー、ほとんどもう九割方は水ですね。このトレイは水持ちがいいですね。この種をまいたものを、はい、このように下に置いておくと。 水をあげます。で日中上は乾きますがここと、えー、トレイこちらの連結ポットやセルトレイの底面とこちらのトレイの間とでここにににわわずかにほんのわずかかほんんの水が溜まるんですよね。でその水がたまることによってもし伸びた根が伸びた時に乾燥を下の方を防ぐことができるということもあります。 あとこれがあるとすごく通気性が良くなる。通気性が良くなれば乾いちゃうんじゃないのかなと思うかもしれないんですけれども、通気性を良くしつつ、で保水性も保つことができるということで、すごく効率の良い苗作りができるんです。でトモロコシの場合は、このまま直にやってしまうと、こういう水切り穴というものが、 これは爪楊枝より大きいです爪楊枝が3本ぐらいまとめて入るぐらいの穴が無数に開いているんですけれどもこのぐらいの穴だとトウモロコシの根は伸びてくるとこのポットの穴の水切り穴から根がこう突き出しますその突き出した根がさらにこのトレイの穴に突き出してこちらのよに出てきちゃいますそうならないために このよう育苗シートとかワンタッチシートっていうものがあるんですけれどもこれも数十円で購入できてこれも何年も長く使い回しができる便利なシートなんですがこれが根が突き出さないようにこれ下に入れます1枚だけでこれもさらに穴が開いている無数に開いているんですけれどもこれは爪楊枝1本ギリギリ通るか通らないかぐらいの小さな水切り穴が無数についてます。ということでこちらの育苗箱。 というもの下の硬いトレイですねこれを1枚やっていただいてこちらにワンタッチシートとか育苗シートとかこういったものがおすすめですはい、それでは種を巻いていきたいと思いますじゃあ今回はこちら66-36の連結ポットでやっていきたいと思いますで使うバイドなんですが種まき専用バイドですね種まきバイドと書かれているものですで袋から開封するとほとんどがあの乾燥してます乾燥している場合は このように軽くぎゅっと握ってこれ手を離すとこんな感じでお団子状になっているぐらい水が滴り落ちない程度のお団子状になるぐらいまで水を少しずつ加えてこれをうまく混ぜてくださいその時にこねるような混ぜ方をしてしまうと水を粒一粒一粒バイドのこれ土と書いてありますが土じゃないんですよね。まあ、畑の土と全然違います えー、バーミキュライトピートモスゼオライトとかいろいろなものがそれがバラバラになって細かく粒子粒になっているんですけれどもこれをこねてしまったりするとこれが潰れて水を吸わない弾くような性質になるバイドになってしまうのでこれをこのようにこねたりせずに水をあげた時にうまく混ぜる時は酢飯を 皆さんがしゃもじなどでかき回すような感じでイメージでこのような感じでかき回すようにして、えー、水を加えてくださいではこちらの36度の連結ポットにバイドを詰めていきます本当に種をまくこと自体は簡単なんですがこのような一つ一つの細かいことを、えーね、説明させていただきますとやっぱりちょっとしたコツっていうものがやっぱあるんですよねそれが一つ一つが積み重なってでそれでいい苗ができるということです えー、バイドを詰める時は真ん中を山にしましまょうもうすごく山にしちゃってください最初はこぼすようなイメージで下ブルーシートなどベニヤ板を引いてください、はい、で最初は指で軽くこのように押し広げます、はい、で若干この熱血ポットの上に 1cm2cm ぐらいま平らに伸ばしたんですが1センチ2センチぐらい厚く盛ってあります。その状態で 少しだけ手のひらを使って全体を軽く押しますそうすると下の方までバイドが入りますであとは余分なものは指ですりきり落としてくださいそれでは種を開封していきますゴールドラッシュ90でやらせていただきます種が粒がすごくしっかりと大きいですね先ほどバイドを詰めた連結ポットこれ表面から最低でも1センチ 指で穴穴をを開開けけててくださいま、はい、まず最初に穴を開けてしいきましょうこの種をまくときにトウモロコシ粒一粒一粒がこのバイ土平らなところよりも上に突き出していたりほんのわずかに頭が見えていたりするとこの種が芽と根が出たときに上に種が持ち上がっちゃうんですね。なのでよく失敗される方はこの種をまくのが浅い。 逆に深すぎるのもよくありませんがそんなにびっくりするほど深く種をまかれる方はいらっしゃらないと思いますが逆に浅くまいいいてしががちな方が多いですね。それが失敗の原因発芽不良の原因発芽しても種が無駄になってしまうということですね。持ち上がってしまうとこれ元にも戻せません。穴が開け終わりましたら、ここへ、 一つの穴に対してトウモロコシの粒一粒を落としていきましょう。もう今のトウモロコシの種は、もう今の野菜の種というものはもうほとんどが発芽率がとてもいいです。ので、もう一粒で十分です。まあここでロ地栽培とかで、えー、まあやっていくわけなんですけれども、直接畑に種をまく時間まきという方法もあると思うんですが、その場合だったら。 1> 1つの穴に対してて粒3粒とやっていただければと思います育苗箱というものは種をまいてから毎朝1回水を与えていきますので水切れの心配がありませんから種をままけばほとんどが芽が芽出ますでも種というものはそれぞれやっぱ個体差っていうものがもともとありますのでほとんどの品種の種には100%とは書かれていません。大体70 例ますトウモロコシの粒がこの梅毒の表面から顔を出しているようではこれもいっぱい試験をしたんですけれどもやっぱりきちんとした適した位置に種が落ちてできちんとした腹の上に土がかぶっていないとトウモロコシは上手に発芽した場合であったとしてもその後というものがすごく大切なんですよね。 苗を作るのに大体今だと二週間ぐらいで畑に植え付けができるんですが、二週間って意外と長いですよね。ここへ二週間毎日水を与えていくので、種が持ち上がってしまうと無駄になってしまうので、やっぱりきちんとした深さに種が落ちるように穴は最低でも一センチ開けていただいた方がいいです。他の野菜に比べると大豆に近いぐらい。 枝豆と同じぐらい、種って一粒一粒が大きいですよね。だいたい約一センチぐらいあると思います、はい。これも同じように種を落としていきます。初めて菜園をやられている方、あとほんの少し菜園で苗を作る方にとっては、この連結ポットは一番使いやすいのかなと思います。コンパクトですよね。また複数枚あった場合であったとしても、 縦30横3 0ンチなのでここれをを重ねね。てしまえば場所を取らないということとうです、ね、で小分けでタ、まあ、種をまくにも便利ですし梅毒、まあ、はその分セルトレに比べると約倍ぐらい3倍ぐらいかなにも近いぐらい梅毒は使えますけれどもまあそんなことを言ってもそんなに大した梅毒を使う量ではありませんので、ね、これ一つ36種をまくために。 40リットルも50リットルも使うようであればこれは考えようですけれども、ね、考えてしまいますけれども、うん、これはそんなに使うバイドの量は必要としませんので大体いいこの、はい、ちっちゃな移植後手みたいなものを2杯1杯半ぐらいで、ね、十分足りてしまいますので、まあ、この大きさでも、ね、バイドを使っても全然大丈夫かなと私は思います。 はいこちら種が巻き終わりましたので上に土をかぶせる作業副土ということをやっていきますここで種を蒔いた後トウモロコシの粒これが上に持ち上がらないように先ほど使ったバイドがあればこれをもう一度上にかぶせていくと種の浮き上がり防止にとてもいいです直接他の資材をやるのもいいんですけれどもここで一工夫家庭菜能などで で初めてやられている方にとってはこれの方がより、うん、種の浮きなども心配ないと思います、はい、こんな感じでやっていただきましてで表面さらっとなでてください、はい、軽く強くなでてしまうとこねてしまいますので,でなんとなく枠が見えるようにやってください、はい、こちらも同じように、はい、バイドを上に使った種をまく専用のバイド。 これででサンドイッチにすする感じですねこんな感じでできましたとでここでこのまま、えー、毎朝一回水を与えていけば、えー、発芽はしますで天候でそんなに暑くない地域にお住まいの方、まあ、春の陽気とか、まあ、せいぜい6月上旬ぐらいの気温30度を上回らないような地域にお住まいの方でしたらこのまま十分でもだ、ね、発芽して苗は作れます 私の住む地域では日中は気温が40度になってで種をまいた後のこの辺りの表面の土が結構高温になるんですね。で発芽不良が起きてしまったりするのでもちろん寒冷者などで上にかぶせるのもいいんですけれどもさらに発芽率は安定するという意味と病気に対して強い苗を作るということで私の方では農業として出荷する農家で野菜を出荷するものは これから夏の時期は稲にかと呼ばれる右のものを使っていきます、はい、これはポーラス状の計算室肥料として以前は土壌改良とかね畑の肥料として水稲栽培とか田んぼでよく使えていたものなんですけれどもここ近年は野菜の福土として使われるようになりました見た目はすごく軽石にそっくりです、はい、こんな感じでちょっと気泡が入っているような白いタイプですね ちちっちゃなな石みたいなものですこれを上にかけるとこれが白いので夏の高温で白というものは光を反射させる効果がありますのでこのバイドの表面が必要以上に高温にならないということまたこれは計算カルシウムということなのでカルシウム成分もね入っているんですよね。ということなので発芽した後カルシウムが含まれているものというものは苗はすごく太く 短く太く丈夫にしっかりと根を張らして茎も丈夫になるんです。ということでこれを使うと高温期による高温日照りによる枯れとか、まあ、そういう心配もなくなるということでたくさんの苗を作る方はこういったものを使うといいと思います。もうこれでも十分やるとやらないのとでは大きな差が出てきます。 これもすごく良くて中身はこんな感じこれは石なんです石を高温で焼いたものですキラ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 光ってますすごく軽いです木に似てますねうん。木を細かくチップにしたような感じにすごく似てますこれも上に複動することによってこれが水含むと何倍にも膨張するんです水を吸ってくれるので 上にフグルをしておくと高温期でも朝水を与えた後日中あっという間に乾いてしまうんですがその乾きを防ぐという目的だけであればこのバーミキュライトでも十分対応はできます今ちっちゃな袋でも販売されていますただたくさん使う方にとっては容量が大きければ大きいほど単価は安いですでもそんなにこんなに60リットルも使わないよと 型はもう100円ショップのでも十分ですねではこちら半分ずつまいていきましょう成長にどれだけ差が出るかとかも見ていこうかなと思いますこちらの方にまずはバーミクライトを振っていきますこのバーミクライトを振る時もこんな感じで表面のバイドが見えているようではすぐに乾いちゃいますなるべくこのバイドの湿った黒いものが見えない程度に やっていきましょう。多く与える分には全然問題ありません。これはすごく粒子が荒いので光とかも通しますし、うん、ただかけすぎたから過失になって根腐れを起こしてしまうとかそういう経験は何度ありません何度も私もこれたくさんわざとかけたことあるんですけれども成長には全然全く左右はされませんでした 逆に薄くかけたものに関しては、そこだけ発芽しなかった。つまり水切れを起こしてしまったんですね。特に四つ角から乾燥しやすいので意識して。この四つ角は？少し若干多めに角土をすることをお勧めします。次は稲荷かをかけていきます。これも同じです。このバイドがきちんと見えなくなるようにかけていきましょう。 このイネニカに関しては粒の粒子はほとんど同じです、まあ、その年の製造された時によって多少わずかに若干よーく見てみると粒が小さい年もありますけれどもほとんど揃ってますただバーミキュライトというものはそれぞれ、あのー、サイズがあります SML となどありますので私はその真ん中がおすすめダスト 粉状のものが多く入っていると、ちょっと若干それに関しては発芽率が悪いかなと思います。はい、次は種を育てていく場所なんですが、気候が穏やかな時期に種をまくのであれば、どんなところでも簡単に種は育ちます。種をまいた後、苗を育てる場所、これも意外とこの季節はとても大切ですね。なんてことない春、秋などの、 過ごしやすい人が過ごしやすい環境外に出ていても熱中症にならない、えー、また上着などを厚手のものを着込まなくてもそんなに寒くない時期でしたなんてことないんですが今の7月中下旬これから8月にかけては日中とても暑いですよね。ということで置く場所はとても大切です、えー、まず下地べたにこのような犬走りなんですが下に地べたに置くのはやめましょう。 このまま毎朝水を与えると下がここへ虫が寄ってきたりして発芽した後食害します。でもう一つが下がいつまでもずっとこのトレイの下で湿っていると自然の環境から来る病気などが下で繁殖します。でいずれ根根がが伸びてくると根から感染したたりでここで増えたものが日中 乾いた後増えてで風で飛ばされて発芽した後の苗に葉っぱなどに付着するとそれで病気になってしまうことがありますトウモロコシは病気害虫なりとても強いんですけれどもそれでもこのように環境で時には運悪いと病害虫などの被害に遭うことがありますのでおすすめなのがコンクリートブロックですねこのようなもの。 大体コンクリートブロック1粒の高さがあればこれで2つぐらい置いていただきましてこんな感じね載せてくださいそうすると下が空間が生まれます朝水を与えますそうするとここが風が通りますので過湿にならないということ、ね、トレイがあるので連結ポットとの間ここの下は湿っていますが底面は乾きます これがすす。ごく環境外で,すで風が通ればえこの辺りが高温にならないということそのちょうどいいのがこのコンクリートブロックこれはとても使いやすいですね高さだいたい2 0ンチからできれば3 0ンチぐらい開けていただければと思うんですけれどももしない方は角材木えなどそういったもので代用してみるのもいいと思いますそれでは水を与えていきます。え シャワーノズルどちらでも構いません優しい水が出るもので与えていきましょう与える時は近くにノズルの先端を置かないこと少し遠めからふわっとやるようなイメージで局所的に与えるのではなくて横に多めに振ってくださいこの辺にも反対のこの辺にもで手前側奥側にもとやるようなイメージでやっていただくと 隅までムラなくできますではいきます右左右左と広く振ってくださいで一度に与えていくと水が吸収する前に上にあふれてきますそうすると上にフ動したバーミキュライトやイネニカなどが持ち上がって 隣に移動してしまったり、流れて落ちてしまったり。あまりにも多いと、種が。浮いてきてしまう場合もありますので。一度さっと上げたら、ここで。ええ、十秒、十五秒と待ちましょう。もう一度与えます。はい、これで。水の与える作業、灌水作業が終わりました。これの作業を。 1> 朝1回必ず与えます。このように水を与えていく中で途中で気泡が下から持ち上がってきたなんて経験のある方いらっしゃいませんかプカプカという感じちっちゃな空気の塊が持ち上がってくるそうするとこのバイドがめくれちゃうんですよねそれはよく初めて栽培をされる方にとってよくあることだとは思うんですけれどもそれはあまりよくありません。種がが持ち上がっち上っゃうんですね。 なぜそうなかったのかということなんですけれども初めにバイドに水を加えてよく混ぜてくださいとご紹介しましたがその時の水分量が少ないと水を与えた時にあまりにも下の方に空気が溜まってしまってまたバイドが軽かったために中に空気が入ってそれが上に持ち上がろうとして起きてしまうんです。 そうならないために初めに水を加えてギュッと握って水が滴り落ちない程度まできちんと湿らせてくださいという、まあ、そういった理由というものは空気が持ち上がらないために水を与えている時に空気が持ち上がってきて種が移動してしまわないようにと、まあ、そういうことで初めにバイドに水をきちんと混ぜてくださいということでご紹介させていただきました。 まあそういうふうにやっていただければ空気は出てきませんこれ空気が出る方は多分1,2年目初めてサイエンをやられたばかりの方はそういう経験があると思いますのでもし出てしまったら最初に水をきちんと与えてくださいね日中どうしてもカラカラに乾いてしまう時というのが稀にありますその時に限り暑くないところに移動して換水をしてください大体朝1回与えてしまえば どんなに暑い時期であったとしても日中の乾水をもう一度与えるということは私はしません、まあ、そのような環境を作り出して苗を置いていただくということをそちらに変えていただければと思います水を何度も与えてバイドを乾かすのを防ぐのではなくてバイドが夕方まで乾燥をせずに水分を保った環境を作るということと そういった梅度を選ぶということとまたこのようなをを使うううとととといいことがとてもも大大切でででですすね上に環境を作るという目的では軒下でも十分大丈夫です太陽の光が朝10時ごろまでもしくは11時12時お昼ごろまでは当たっているけれどもだんだんと午後1時2時3時になってくると半日陰になって夕方になると日が当たらないそういう環境はとても理想です。 それでした家の犬走りのの軒下でこのように置いていてただければ十分ですただ気温がここが50度も60度にもなってしまうような場合だと発芽する前に種が腐ってしまう熱湯をかけたような状態になってしまうのでそういった場合は上に寒冷車というものも100円ショップでも今販売されていますのでかぶせてみてください。 どんなに安いものを使ってもやっぱり人の細かな管理手入れ目配りちゃんと水が吸えているのかなとこの時間帯乾いていないのかなと大丈夫かなっていうことを見ていただいてやっていただければ順調に2週間も経てば苗が植え付けるぐらいまで大きくなってくると思います。葉っっぱが枚枚から4枚ぐららぐいになったら畑にになた畑苗を植え付けるように してみてみくださいいつもご視聴いただきありがとうございます。